よう先生、相変わらず愛想のない顔してんな。達観なのか定観なのか、はたまたあらゆる事象に無関心なのか。おっと失礼、悪気はないんだ。むしろ先生には興味津々でね。ちょっと話を聞かせてくれないか。今なら時間あるだろ。さすがは先生、新米教師にしちゃ上出来な対応だ。とはいえ、ついこの間までは血生臭い戦場に身を置いてた傭兵だったんだもんな。いきなり教師になれったって、そりゃ無茶な話だと思うよ。戦い方は親父さんから学んだのか。親父さん元騎士団長なんだろ。傭兵としても活躍してたようだしな。しかしあんたも傭兵になっちまって、母親は寂しかったんじゃないのか。あ、そうか。じゃあずっと親父さんに戦場を連れ回されてたってわけだ。俺たちと同年代だってのに、その落ち着きようは妙だと思ってたが、大きな屋敷でぬくぬくと育ったような貴族の子弟たちとは根本から違うわけだ。おっとっと、これでも同盟諸侯の筆頭格リーガン公爵家の嫡子なんだが。とはいえ、俺も他の貴族たちのようにぬくぬく育ってきたってわけじゃない。だからもしかするとあんたとは気が合うかもしれないぜ。宮長として協力できることはするよ。これからも気軽に話しかけてくれな。あ、先生、ちょっと待ってくれ、もうすぐ片付くから。あ、いや、もうすぐ終わる。今新しい毒薬を調合中でね。よし、これで完成。無色透明、無味無臭なんだ。使い勝手が良さそうだろ。先生、試してみるか。おいおい、冗談だろ。こいつを飲むと2日後に猛烈に腹を下すことになるぞ。2日後ってのが気に入ってね。直前に仕込むのが難しい状況でも使える。ああ、いや、すぐに使う予定はないよ。手持ちの札を増やしておきたかっただけさ。策を立てるとき手札は多い方がいい。これは俺の趣味みたいなもんなんだ。そうだな、そういう類の備えが必要な環境で育ったからかな。俺もぬくぬくと育ってきたわけじゃないって前に言っただろ。ガキの頃から俺は周りの連中に異物と見られてたようでね。何をしたわけでもないのに恨まれ憎まれて殺されかけたこともある。もちろん俺はただの人間さ。けどどんな人間だって特定の環境下じゃ異物になる。でやられっぱなしじゃ身が持たないから、逃げたり戦ったりの繰り返し。クロード少年は泣きながら奇策を絞り出し、難を避け敵を陥れることを考え続けた。親は放任主義でね、自分で乗り越えなきゃ強くなれないとか言っちゃってさ、結果俺は親の期待通りにたくましく育ちましたとさ。めでたしめでたし。おっとっと、人ごとかよ。先生だって異物の資質は十分あるんだぜ。俺が見たところあんたは他の誰とも違う。気をつけた方がいいんじゃないか。ま、俺はそういうあんたのことをちょっと気に入ってるんだけどな。まったく、みんな私のこと面白がって。全然平気。昼間と何が違うっていうの。怖いわけないじゃない。あー、お化け。じゃなくて先生。あのこんばんは。あ、いえ、食堂に忘れ物をしまして取りに行くところです。
あ、ついてこなくても大丈夫ですよ。一人で行けますから。え、あれ、そうなんですか。すみません、つい先走ったこと。いえ、会う人会う人、みんなついていこうかって聞いてくるので。みんな私が夜に食堂まで行くのが怖いだろうって勝手に思ってるんです。失礼しちゃいますよね。私を何だと思ってるのかしら。あ、ちょっと待って先生。よかったら少し歩きながらお話でも。食堂まで、その暇ですし。あ、もちろんお化けが怖いとかそういうことじゃありませんよ。あら、先生も暇だったんですね。じゃあちょうどいいですね。何か話してください。黙ってたら怖いじゃないですか。正直に言いますけど、お化け怖いんです。夜の修道院なんてすっごく苦手なんです。だから何か喋りましょう。何か話題。そういえば前から思ってたんですけど、先生はどの生徒にも同じように接しますよね。私のことも年下だからって特別に扱わないっていうか。先生のそういうところはとても良いなと思ってたんです。見れば分かりそうなものですけど、みんなより 2,3 歳下ですよ。もしかして私たちのことをあんまりちゃんと見てないんじゃないですか。ダメですよ、先生が生徒に無関心じゃ。あ、私の忘れ物ありました。それじゃあ私は戻りますね。おやすみなさい。おお、先生。先生も筋肉をいじめに来たのか。やっぱりそうか。筋肉は毎日いじめねえとな。太もも、背中、胸、腕、お腹、みんなが悲鳴を上げたがってるぞ。俺はもう散々いじめ終わっていい感じに仕上がったとこだ。見てくれよ、俺の体、いつもよりでけえだろ。今日も筋肉を追い込んで追い込んで、パンパンのキレッキレだ。強さは筋肉、筋肉は強さ。立派な騎士になるにはもっと鍛えねえとな。さて、いい汗かいたし、今日もうめえ飯を食えぞ。てえとこつくな。先生は俺も分かってはいるんだ。頭も鍛えねえと困るんだろうってのはよ。作戦も理解できねえようじゃ騎士の仕事は務まらねえもんな。だけど苦手なんだよ。難しいこと考えたり覚えたりするのがよ。体を動かさねえで頭だけ動かしてるとどんどん眠くなっちまってよ。なあ先生、人の2倍体を鍛えたら座学は人の半分でよくねえか。やっぱりそうか。先生が言うならそうなんだろうな。でもよ、俺は立派な騎士にならねえわけにはいかねえんだよ。仕方ねえ、やってやる。俺だってやれるってとこ見せてやるぞ。応援してくれ先生、応援してくれ。
腕の筋肉。先生、いいとこで会った。ちょうど探してたとこなんだ。今大丈夫か？人形について聞きてえことがあってよ。人形の替え時ってのが全然わかんねえんだよな。戦況とか地形とかも関係するみてえだし、もうでどうしていいかわかんねえよ。そうなのか？じゃあどうすりゃいいのか教えてくれ。頼むよ先生。まずは基本的なやつからか。となると、そういうことか。よし、なんとなく分かってきたぞ。頼りになるな先生。強えのに頭も良くてすげえよ。おかげで助かったぞ。この調子ならおでも立派な騎士になれそうだな。ん？ああ、先生には言ってなかったか。おでの親は同盟領の商人だったんだけどよ、事故で夫婦揃って死んじまったんだ。だからおでが妹を食わせてやらなきゃならねえんだけど、おで算術も目利きもできねえからよ、商売は無理なんじゃねえかと思ってな。そんでじいちゃんにも相談して騎士になろうって決めたんだ。士官学校に入るために家にあった金目のもんは残らず売っ払っちまった。おでが挫折したら妹が暮らしていけねえ。おではもう後戻りできねえんだよ。そうだな、おで一人だったら騎士より傭兵を目指したかもしれねえな。傭兵だった先生にこんなこと言うのもあれだけどよ、気楽そうじゃねえか。勝っても負けてもどってことねえし、くたばったところで誰が困るわけでもねえ。だけどおでにはおでを待っててくれる妹がいるからよ。貴族好きの騎士の方が安定してそうだし、戦争が終わりゃ死ぬこともねえだろ。妹には我慢ばっかりさせてきちまったから、この先はもう苦労させたくねえんだよ。そういや先生は兄弟はいねえのか。そうか、兄弟のいねえ先生からしたらおでは不自由に見えるかもしれねえな。だけど妹のために頑張るってのは悪いことじゃねえんだぞ。楽しいっていうか励みになるっていうか、妹が喜ぶとおでもすげえ嬉しいんだ。先生もジェラルトさんに頼んで妹を作ってもらったらいいと思うぞ。まあそういうわけだからおでは絶対に立派な騎士にならなきゃなんねえんだよ。主よ、私をお導きください。あの先生もお祈りを。そうですか、私もお祈りをしていたところです。いえ、具体的に何かを祈っていたわけでは。主に感謝を捧げ加護を願う、私の祈りはそれだけです。では私はこれで。え、はい。すみません、何を話せばいいのか。人とお話しするのが苦手で、昔からあまり人とは関わってこなかったものですから。それは、いえ、
理由は特に、単にその苦手というか、こういう性格なので。え、はい、ありがとうございます。すみません、こんな私のために時間を取らせてしまって。あの、私のことは気にしなくて構いませんから、失礼します。先生、あの、少し話を聞いていただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。私、あの、こんな感じで大丈夫でしょうか。皆さんともうまく付き合えていないし、あまり役にも立てていないし、先生が迷惑だと思っているなら、ここを去ることになっても仕方ないと。父が何か言ってくるかもしれませんが、それは私の方でなんとか。あの、私の父はレスター北部に所領を持つ信仰の貴族で、私は養女で、父は遠縁なんですけど、両親が失踪して私は引き取られて、その父は野心家というか、やり手と言われている人で、私のことも有力諸侯に嫁がせたくて、それで士官学校に入れられたので。だから私が勝手にここを去ったら何か言ってくるかもと。すみません、取り留めがなくて。私の話分かりづらいですよね。あ、そうですか、よかった。つまりその話というのは、私のことがご迷惑なら、もう。え、でも私に関わっても良いことはないかと。むしろ面倒ごとを呼び込んでしまうかも。先生は本当の私を知らないから。いえ、すみません、失礼します。先生、こんなところで何ぼーっとしてるんですか。ま、先生は普段ぼーっとしてても、いざとなれば頼りになりますもんね。そうなんですか。じゃあ何か考え事してたとか。なんか先生って何を考えてるのかわからないとこがありますよね。表情が乏しいからかな。ほら、笑って笑って、こちょこちょこちょ冗談ですよ、冗談。怒らない怒らない。ところで、次に戦う時なんですけど、私を後方支援に回してくれませんか。ほら、私みたいな弱っちいのを戦場に立たせても役に立ちませんし、むしろいきなりやられたら士気にも関わっちゃうかなって。先生の目は節穴？このか細い腕に何を期待してるんですか。その分後ろからみんなを応援します。そしたら男子の士気も急上昇でしょ。だから私が戦っても役に立たないんですってば。私、身近にやたら強い人がいたから。あ、兄さんのことなんですけどね。だからわかるんですよね、私がどんだけ頑張ったって無理って。
人には向き不向きがあるわけで、だから適材適所が大事なんですよ。じゃあお願いしますね先生。ここで先生が怠けてたことは内緒にしといてあげますから。ねえ先生、この修道院にいる人たちって真面目な人が多いですよね。クロード君もああ見えて自分の仕事はこっそりきっちりやってるみたいだし、みんな誰に言われなくても訓練に励んじゃって、いざ戦いになれば命を懸けても仲間を守るみたいな感じでしょ。そりゃ守れるなら守りますけど、命を懸けてっていうのはちょっと、私に言わせれば命がけで戦うとか意味わかんないですから。どんな死に方でも死んだらおしまい、助けた仲間の顔すら見られないんですよ。それよりも一度きりの人生をいかに楽しく過ごすかが大事だと思うんです。進んで苦労を背負うような生き方は人生の無駄遣い、そう思いませんか。まあ先生や他の人がどう考えようと、私は私なんで。というわけで次の作戦でも私は後方支援ってことで。硬いこと言わないで。あ、ね、がい。もちろんお礼だってしますし。何がいいですかね。じゃあ一緒に町にご飯でも食べに行きます。高嶺の花のヒルダちゃんのご飯なんてみんな羨ましがりますよ。まあまあ考えといてくださいね先生。失礼するよ、あなたが僕を探していると聞いてね。まさか先生の代わりに講義をしろとでも言うんじゃないだろうね。いくら僕が優秀でもそれは違うのか。じゃあ何の用かな。苦情？先生に？この僕についての？何かの間違いだろう。名門グロスタール家の嫡子として普段の素行には人一倍気を使っている。僕よりも素行の良いものを見つける方がよほど難しいと思うがね。なあ、そうか。僕のような貴公子がいては勉学に集中できないと、そういうことか。やれやれ、罪だな僕は。意図せず女性の心を惑わせてしまうとは。な、失敬だ。そんな苦情を申し立ててきたのは誰だ。確かに女性に声をかけたり食事に誘ったりすることはあるさ。一見育ちのいいお嬢様でも本当に僕と釣り合うだけの器量があるかはわからない。だから相手をより深く知るために食事に誘うのは必要なことなのだよ。なかなか誘いを受けてはもらえないが、どうやら皆僕に遠慮があるらしくてね。だがしつこく誘うようなことは断じてしていない。断じてだ。日を置いて再度誘うことはあるが、あくまで紳士的にさりげなくだ。なんだと。バカな、この僕の誘いが迷惑などと。均衡法制、容姿端麗、再起間髪にして名家の嫡子である僕の誘いが迷惑などと。信じられん。どういうことだ。これは何かの陰謀ではないのか。そうだ、そうに違いない。先生、これは何者かによる陰謀だ。
僕を妬む何者かが僕を陥れようとしてこんな噂をだが稚拙な計略だな。そういうわけだから先生、今後はくだらぬ噂に耳を貸す必要はない。さて僕も忙しい身なのでこれで失礼する。ごきげんよう先生。あ、先生も訓練？もう上がろうと思ってたけど、先生がやってくなら私ももう少し。いいんだ、私のことは気にしないで好きなだけ訓練してよ。ほら時間がもったいないだろ、さっさと始めなって。やっと終わったか。私は先生が来る前から訓練してて、先生と一緒に訓練を終えた。つまり私の方が長く訓練したってことになるよな。うるさいな、私の勝手だろ、はあ、ところで先生、聞きたいことがあるんだけど。先生ってさ、本当にジェラルト師匠の子供なの？自分のことなのに人事みたいだな。あんたは師匠をどう思ってるんだ？ちゃんと尊敬してるんだろうな。師匠がどれだけ偉大な人か、あんたちゃんと分かってるのかよ。そういや、セイロス騎士団の元団長ってのもここに来るまで知らなかったんだろ。まったく、師匠がいなけりゃ今のあんたは存在してないんだぞ。あんたは自分がどれだけ恵まれてたかなんて考えたこともないんだろうけど。あー、なんか腹立ってきた。いいか、先生も生徒も関係ない。私あんたなんかに負けないから。先生はここに来るまでに傭兵としてそこそこ名を売ってきたようだけどさ、私はいつか必ずあんたを超える傭兵になってみせる。気合と根性でね。油断してたらすぐに追い抜いちゃうから覚悟しておいてよね。決まったぞ。ええ、次の絵の構図です。って、わあ先生、いつから、いつからそこに、もしかして僕のこと見てたんですか？ああ、いえ、さっきのは違うんです。絵の構図っていうのはそのは前からここの風景は絵にしたいなって思ってまして、あそこの木、枝ぶりが勇壮ですし、円形の山際の美しい曲線と相まって。あ、もちろんやることやってからですよ。絵にかまけて他をおろそかにはしません。僕にとっては勉学と訓練が最優先です。それが士官学校の生徒の本分ですから。絵はなんというか僕の趣味みたいなもので。皆さん何かありますよね、趣味。先生だって何かあるでしょ。え、いや、先生はそうかもしれませんが、
皆さんありますよ、趣味くらい。読書とか釣りとか昼寝とか、たまたま僕は絵を描くことで。大事だと思うんですよね、趣味。気分転換になりますからね。先生も趣味を持った方がいいですよ。無心になれれば何だっていいんですから。ほら、気分転換をすると勉強や訓練もはかどりますからね。ダメですか？先生がダメとおっしゃるなら、もうやめます。もう書きません。え、書いてもいいんですか？じゃあそのお言葉に甘えて。あ、でもあくまで趣味ですから、たまの息抜きなので。それでは僕寮に戻りますね。ねえ先生、少しお時間いただいてもよろしくて。嬉しいですわ、先生にお話を聞かせていただきたくって。私ね、先生に興味津々ですのよ。だってあなたって不思議な雰囲気をまとっていらっしゃるから、初めてあなたに会った時から気になって仕方なかったんですの。それがどんな雰囲気かと聞かれると言葉にするのは難しいのですけど、例えるなら海のような。先生、海ってご覧になったことあって？広くて深くて底が見えないですわよね。水面は静かでも中は深いんですの。お魚がたくさん泳いでいるけれど、外から見ても全然見えなくて。でも釣り糸を垂らすと引っかかるから、見えなくても確かにいるんですのよ。え、お魚の。ううん、違いましたわ。先生が海みたいってお話でしたわね。いつもは静かですけど、嵐になるとお船もひっくり返すくらい暴れるでしょ。そんなところもいつも物静かなのに、いざとなると強いあなたに似ていますわね。でもお兄様は少し不安だったみたいで、素性の知れぬ若造がなんて以前はおっしゃって。あ、お兄様に悪気はないんですのよ。お仕事にとっても真面目な人なんですな。だから年齢もわからないようなあなたを不安に思うのも当然のこと。そうでしょ。ところで先生って結局おいくつですの？ま、ご自分の年齢をご存じないの？本当に面白い方ですのね、あなたって。どれだけ見ても私には分かりませんけれど。まさか生徒たちよりも若いなんてことも。え、私は、そうですわね、生徒の皆さんと同じくらいですわよ。そんなことあるはずありませんのよ。だって本当にそうですもの。そうそう、だから私もね、ずっと学校に入りたかったんですな。怖い思いはしましたけど、おかげで学校に入れてもらえたのは幸運でしたわ。あ、いけない、お忙しい先生をあんまりお引き止めできませんわよね。またお話ししましょうね。それではごきげんよう。もう誰よ。はいはい、いるわよ。あら先生、ちょっと待ってて。どうすんのよ、この状況で開けられるわけないじゃない。もうなんでこんな時間まで寝ちゃってるわけ私。うわー、服どこよ。肌着がない。もう、ああ、服の紐が引っかかって、結べない。胸が、ああもう適当でいいわよ。
丈夫よ。大丈夫だから待っていて。待たせちゃったかしら。ごめんなさい先生。それで何のご用？そんなこといいじゃないの。早く話があるならしてくれない？私だって必死な思いでここまで出てきたんだから。いえ、あなたは悪くないわ。ただ今日が良くなかったというか、昨夜が良くなかったというか、はあ、じゃなくて結局用があるの？ないの？昨夜の人から？なんて言ってたのかしら。でしょうね。私分かっていたわ。私どうせそうなるだろうと思ってふて寝していたんだもの。わざわざありがとう先生。もう用は終わりね。それじゃおやすみなさい。なんだかね。なんでレア様はあんたなんかを特別扱いするんだろうな。体格も平凡だし、特別美形でもないし、どこにでもいそうな若造じゃん。まああんたが腕のいい傭兵だったってのは疑っちゃいないけどさ。それはシャミアのやつだって同じだけど、あんたほど気にかけられてないよな。そもそもだ、騎士団じゃなく教師に抜擢された時点で特例すぎるしな。ああ、別に責めてるんじゃないよ。ただレア様のお考えが見えなくてさ。天帝の剣だってちょっと使えたからって簡単に預けていいもんじゃないはずなんだ。伝説の遺産だぞ。そんな大事なもんをあっさりあんたに託すなんて。やっぱりあれか、ジェラルトさんの子供だからか。セイロス騎士団の元団長にしてフォドラで随一の傭兵だもんな。私が入団した頃にはもう抜けてたからよくは知らないけど、強いんだろ？おいおい、あんたが分かってないだけじゃないのか。怪人ジェラルトといや、フォドラで知らない者はいないんだぞ。もしもあんたが単なる親の七光で幅を利かせてんなら納得いかないが、レア様に限ってはそんな理由であんたを優遇はしないはずだ。あんたなんか隠し事があんだろ。そうじゃなきゃ説明がつかない。決めた。私はあんたを監視してレア様が気に入ってる理由を探る。それが私にも真似できることならあんたの真似をすりゃ私も。万が一悪どいことをしてたんならあんたを消せる。それはそれでよしだ。ちょっと脅かしてやるつもりが弾かれちまったか。先生もなかなかやるもんだね。まあまあ、あんたが弾き飛ばした剣をよく見てみろよ。ほら、訓練用の木剣だ。当たったところでせいぜいでかいコブができるだけだ。笑って許せ。よっぽど当たりどころが悪くなきゃ死にゃしないって。それにあんたなら避けられるって分かってたからな。前にあんたを監視させてもらうって言ったの覚えてるか。あれ以来ずっとあんたを見てたからね。実力のほどはすっかり把握済みさ。ああ、じっくり観察させてもらったよ。
気配を消してたから気づかなかったろ。で、結論としては、あんたはやっぱり優秀だった。指揮能力も剣の腕も火の打ちどころがない。その上、ガキどもにも慕われてるし、天帝の剣を使えるってのを差し引いても、あんたほどのやつはそうはいないだろうね。最初は親の七光を疑ったが、そうじゃなかった。レア様の目に狂いはなかったってわけだ。うんうん、さすがはレア様だ。しかし、あんたの人望やら天帝の剣を使う力やらは真似のしようもない。あんたを観察してレア様の気に入る理由を探るって作戦は失敗みたいだな。何ほっとした顔してんだよ。あんたの観察はこれからも続けるぞ。レア様が見てないところであんたが何をしているか逐一報告しなきゃならん。そうすりゃ多分レア様も喜んでくれんだろ。あたしから逃げよったってそうはいかないさ。先生。よっ先生、調子はどうだ。ずいぶん生徒にも慕われているな。そう愛想がよくも見えないのに意外だよ。ま、あんたの実力は確かだし、不思議というほどじゃないか。最初は懐疑的だったが、教師に抜擢した上の判断は間違っていなかったんだろう。私があんたの立場なら相手の正気を疑うな。ま、結果良ければ全てよしだ。しかしあんたが傭兵上がりなのは未だ信じられん。私も子供の頃から傭兵だったが、あんたみたいに軍師の真似はできないし、王族や貴族と付き合うなんて肩が凝りそうでごめんだ。ああそうだ、家が貧しくてな、口減らしのため家を出た。傭兵を選んだのは身入りがいいからだ。自分に向いた仕事ではあったが、偉そうな貴族に雇われる必要があるのがな。その点セイロス騎士団はいい。偉そうな貴族を殴っても問題にならん。冗談だ。だがいい契約相手なのは確かだよ。私はセイロス教徒じゃない。騎士団の中じゃ例外中の例外だ。レアさんに拾われたから、その恩に報いるために騎士でいる。やっていることは傭兵の延長みたいなもんだが、ま、もしかしたらあんたと仕事することもあるかもな。騎士団には風変わりでえらく強い連中が揃っているが、あんたはすぐに抜きん出てくるだろう。恐ろしくもあるが興味も湧く。あんたのその行く末にな。おや先生、今日も仕事に励んでいるな。精の出ることだ、感心感心。このアロイスに手伝えることがあれば何でも頼ってくれ。何かあるだろう。ん、そう言わずとも、さあ何でも言ってくれ。何しろ私にとって貴殿は兄弟も同然の相手なのだからな。同じくジェラルト殿に育てられた者同士、仲良くやろうではないか。ん、話していなかったか。私としたことが何たる失態。実はな、私は幼くして両親を亡くし、王国の修道院で暮らしていたのだが、何の希望もない日々を過ごす私の前にたまたま立派な風体の騎士が現れてな。その騎士、そう、ジェラルト殿は何を思ったか私を一目見て従者としたのだ。
であろう。団長は本当によくわからん方でな。後から聞けば、もともと従者にしていた少年が流行り病で死んでしまい、なんとなく年が近く、なんとなく風貌の似ていた私を従者にしたのだとか。いや本当にむちゃくちゃもいいところ。だがそこが団長らしさと言うべきか。しかしそれももう30年以上も昔の話だ。いや時の経つのは早いものだな。実は私もはっきりとは知らんのだ。貴殿こそ聞いたことはないのか。とにかくジェラルト殿が当時からほとんど老けておらんのは確かだな。そういえば昔酒の席で、いやこの話はまたの機会にしようか。とにかくあの方が何者であろうと、ジェラルト殿はジェラルト殿であろう。さて何はともあれ、これで分かっただろうか。私が貴殿に対していかに親しみを覚えているか。さあ何か困りごとを言うがいい。先生何でも力になろう。さあ、そうかならば今日のところは諦めるとしよう。もし何かあれば何でも気兼ねなく私を頼ってくれ。